実演展示は真庭市役所本庁舎で行われ、市役所の職員や報道関係者が集まりました。実演が行われたのは、段ボールで作られたベッドや間仕切り、プライバシー保護にもなる屋内で使える避難用テント、蓄電池を搭載した電気自動車などです。真庭市では、万が一災害が起きたときに、市民の避難生活に備えて、こうした備蓄品の充実を図っています。特に今年度は、新型コロナの流行に伴い、避難生活でも感染症対策が今まで以上に重要視される中、主に飛沫感染防止に有効な備蓄品を9月の補正予算で追加購入することにしました。大人が寝転んでも頑丈な作りで、下に並べる箱が荷物入れになるベッドのほか、間仕切りは4枚の段ボールを使うことで、高さ140センチの2メートル四方のスペースを作ることができ、プライバシー保護だけでなく、横からの飛沫感染防止に有効とのことです。電気自動車の実演では、照明や扇風機、テレビに蓄電池から電力が供給されました。避難所などで使うことが想定されていて、もし蓄電池の容量を使い切っても、エンジンをかけている間は電力供給を続けることができます。ガソリン満タン、満充電で、一般家庭の電力量およそ10日分を賄うほどの能力があるということです。蓄電池を搭載した電気自動車は、今回の実演分を含めて、真庭市が2台所有しています。こちらは、浸水の危険が迫るとき、建物への水の侵入を遅らせることができる防水板です。高さは50センチで、本庁舎と本庁舎への冷暖房の電力を賄うエネルギー棟の出入り口と通気口の前を塞ぎ、災害対策本部が置かれる本庁舎の機能を守ります。真庭市ではこの日の実演だけでなく、今後備蓄品を使用した防災訓練をはじめとする取り組みを通して、市民の防災意識を高めていきたいとしています。